身長ビヨーン石井学科生成経営が専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話したい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて今回ですね、身長先生に聞けのシリーズですね。いつも皆さんのねコメントの中から身長に関するですね疑問について答えていくという動画をねさせていただきたいと思います。一個ずつですねまた答えていきます。皆さんもですね身長に関する質問がありましたらぜひですねコメント欄の方に書いてください。今までね質問者さんのペンネームの方も共有してたんだけど、今度がね頭文字だけにしようかなと思ってます。じゃあ今日の身長の質問内容ねまずピックアップしていきたいと思います。まず一つ目はどうなったら成長期と分かるか教えてほしい。次2番が晩熟系を親に遺伝するのか知りたい。次3番寝る時の姿勢で枕を使うのと使わないのでは伸びに差はありますかねってことで、枕はいいのかどうかってことね。次4番で14歳6ヶ月174センチあるんだけど180センチ到達できるかどうかね、そちらの方ね共有していきたいと思います。次が身長測定でできるだけ身長高くね測定する方法あるかってことね。で先生のクリニックレントゲン取れないのかとか、あと手の小指の爪の部分に白い粉のようなものができるけど、それは身長と関係あるかというのは、こっちの方の質問ね結構いっぱいあるね、答えていきたいと思います。まず最初ですね、どうなったら成長期と分かるか教えてほしいです、よろしくお願いしますっていうことね。まず成長期っていうのはねこの単語難しいというかややこしいんだけれども、まずはそもそも小学生とかそういった時期も成長期だって、めっちゃ身長伸びてるからね。そういった意味でももちろん小学生とかも成長期、ただし世間的によく成長期っていうのはいわゆる第二次成長期を指して成長期と呼んだりもするので、それのことを指すのかなというふうに思います。第二次成長期つまり思春期が来ると成長期っていうの表現になりますので、女性であれば少しお胸の膨らんでくるような時期で、男性であればですね陰毛の生えてくるような時期をですね思春期症状というふうにして捉えることがありますので、思春期症状が出てきたら成長期というふうに考えていただいても間違いではございません。参考になりますでしょうかね。次2つ目だね、晩熟系は親に遺伝するのか知りたいですってことなんだけど、これすごくいい質問で、結論から言うと遺伝します。結構ですねこう面白くて、お子様とかで、まあ、兄弟とかでね一緒に受診される方もいらっしゃるんですけど、そうするとですねもうお兄ちゃんの成長曲線をこうねビーとなぞるようにして弟さんもね全く同じような成長曲線をたどったりすることもありますので、そういったですね、まあ、成熟の仕方っていうのは非常にですね遺伝性が強いなという印象になってきますので、親のですね成長曲線というか晩熟度合いみたいなのもですね遺伝します。なので、まあ、例えばですけどお父様お母様が、まあ、晩熟系の方はお子様ですね晩熟系の可能性があるというふうに言えるとも思います。次が P さん、寝る時の姿勢で枕を使うの使わないのみに差があるのか、枕を使わずに寝ると姿勢矯正されて少し伸びるみたいなことを聞きまして、起きている時に例えると枕を使うの猫背の状態に近かったりしませんか。これもすごくいい質問で、枕を使うとね横になった時にこうなるわけでね、だからそれが良くないんじゃないか、壁に沿うような感じですね、ピーンってやった方が常にですね身長が伸びた状態でいいんじゃないかっていうことがね書いてあるんだよね。これに関して言うとそういったような考え方も確かにあるのかなというような気がする。ただし睡眠っていうのはですねもう本当に多くの研究がなされている、もしかしたら皆さんもいろんな体験の中から枕を使った方が睡眠の質はですねどう考えても上がるから、枕がね普及している、しかもその枕って日本だけじゃなくて世界中で普及しているっていうことを考えれば枕の有効性っていうのはあるんじゃないかというふうに考えても問題ないと思います。ただその高すぎる枕とか調整する必要がありますし、オーダーメイドね作ったりするともしかしたら睡眠の質がより上がっていいのかもしれないですね。はい、次T さんね、質問ですが、現在14歳6ヶ月174センチほどあるんですが、13歳になると同時に声変わりが始まる、ここからもう14センチも伸びてしまいました。目標180センチ超えなんですが、思春期症状が出てからどのくらい身長伸びるなどのデータがあるようなら教えていただきたいです。はい、じゃあこちらですね、じゃんということで、いつもね狂乱しているデータですよね。まず最初のポイントとしては、今回14歳6ヶ月174センチというところで、これをその下にスクロールしていくと、日本人の平均的にその方が身長伸びれば、じゃんということで 179.5 センチになってきます。なので、まず最初ね、言えるのは、このまま周りと同じようにして身長が伸びていけば、目標の180センチに限りなく近いような数値に出てくることがわかります。で、一方で、今回のポイントとしては、だいたい13歳ぐらいから14センチ伸びるというふうに記載があります。13歳何ヶ月のデータなのかがちょっとわからないので、すごく難しいんですけども、仮にですけども、13歳のところで見たとしたら、13歳、赤字の緑色の部分ですよ。13歳0ヶ月の時にだいたい160センチぐらい
だと将来の予測身長ってのは大体173センチぐらいのペースになるんですね。つまりこのコメントいただいた方の心配した通り、この時期にぐんと伸びたわけだから、ある程度はカーブが元に戻ってくるってことは推定されます。ということになってくると、今の時点で言えるのは大体の173から179ぐらいの間に落ち着くでしょう。つまりは176から178ぐらいが本日時点での最終予測っていうような表現になってくるかなと思います。もちろんね、こっからさらにぐんと伸びるような可能性もあるかもしれません。あとはその思春期症状が出てから何センチ伸びますかって質問なんだけど、いつもお伝えしてるのは陰毛が生えてから大体25センチが伸びるっていうようなデータがある。11歳6ヶ月から大体25センチが伸びるっていうようなデータを元に組み込まれたお話なんだけど、実際は11歳6ヶ月よりももうちょっと遅くですね、陰毛が生えてくるっていうようなデータも多くて、まあ、ちょっとこれはねややこしい、まず言えることとしては、14歳6ヶ月から平均的に大体5センチぐらいもともと身長が伸びます。それに対して平均的に、ね、伸びていくのか、それともそれをちょっとね高く伸びるのか低く伸びるかと考えていくと分かりやすいと思います。一緒に、ね、伸ばして180目指していきましょう。はい、次ですね、身長測定でできるだけ身長を伸ばす方法ねあったら面白いなと思ったところで、これはねすごく簡単な方法があって、単純にその人の顔をですねこう横向けて、上向くと高いタイプと下向くと高いタイプの人は必ずいるはずなんだよね、頭の形によって。だから上向いた時と普通にした時と軽く顎を引いた時で、この3パターンでまず身長を測ってみるといいと思います。人によって違うので、どれが身長が高く出るかはぜひ、ね、測っていただいて、この角度を覚えていただいて、その通り測っていただくってとこですね。あとはねこれね、まあ、根拠が、ね、すごく薄いんだけど、僕自身はね身長測る時にこう深呼吸するとなんかさ、胸郭ぐーっと広がるから、そうすると背骨もさこう風船がこう膨張すると広がるのと同じで、これで息吸うとこうやって広がるから、少しちょっと身長高くなるんじゃないかなとかね、めっちゃ深呼吸して身長測るっていうのももしかしたらいいかもしれないから、ぜひ、ね、やってみていただいて、検証動画とかもちょっとやってみたいかなと思うんだけど、深呼吸と顎の向きね、それをやってみるといいと思います。はい、次、先生のクリニックはレントゲン取れないのですか？あ、取れますよ。はい、次、最後ね、手の小指の爪の部分、白い粉のようなものが下にあれば身長伸びると聞いたんですけど、関係ありますかってことで。って感じだよね。関係ないよね。はい、そんなところかな。今回もね、身長に関することね、答えていきましたけど、いかがだったでしょうか。皆さんもね、身長に関する質問があれば、ぜひですね、コメント欄の方に書いてください。まあ、特に身長先生に聞けで答えてくださいとか、そういう風なね、書き方してくれると、なおさらね、答えやすいかなと思います。今後もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。